S&P500 を上回る投資手法としては、バリュー株。パカラパカラ。皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリストの内丸子です。今回もですね、米国株の解説で大人気のライオン兄さん、山口隆弘様にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。はい、で別の動画で一緒に今この利上げ局面で注目すべき投資手法 S&P500 を上回る投資手法としてはバリュー株だっていうお話いただきましたよね。で実際にそれをベースとしてライオン兄さんに5銘柄をこちらでご紹介していただくというのが今回の動画の趣旨になります。で私も5銘柄用意しましたので、トータル10銘柄こちらでご紹介していきたいと思います。ではちょっと私の方からちょっと行きたいんですけど、まず1銘柄目がセキュリティ関連の銘柄を持ってきました。フォーティーネットという企業で、こちら見つけた理由はですね、もう一つの動画で紹介した2018年の時を見ましょうよというお話しましたが、その時に高値更新していた銘柄の中で良さそうな銘柄を持ってきたら今でも株価が上がっていたということで、セキュリティ関連の銘柄を持ってきました。こちらは中小企業とか、あとまあ政府向けにサイバーセキュリティのまあベンダーとしてね、サービスを提供している会社になります。業績もね、こちらにお示ししていますが、まあ、堅調に推移していると。セキュリティ関連、どう思いますか？いや、いいと思います。ただ、この銘柄、PR が高くなってるっていうのがありまして、そこはどのようにお考えでしょうか？そうです。私、はい、あんまりそこの、バリュー株のところまで PR 見てなかったんですけれども、はい、高成長株として引き続き私は注目していますが、おそらくね、PR を中心にご覧になっているので、ここはライオン兄さんからは外れるっていう感じですよね、選定から。そうですね。なので、昔に投資して保有している分とかいいんですけど、今からエントリーするのは、利上げ局面とかは株価の変動があるんで、まあ、そこをやっぱりメンタル的に乗り越えられる人にはいいと思います。はい。ありがとうございます。はい、続いて2つ目、アクセンチュアですね。こちらコンサルティングを展開している会社で、かつ、DX 企業になります。でここは今株価結構ね、ウクライナショックで下落していますが、ずっと成長し続けてはいます。でここもね、日本企業で DX 企業を買うとなると、富士通とか NTT データとか、NEC さんとか、ああいったところになるんですが、なんか似たようなところでごちゃっと固まってしまっているんですよね。なので、DX のところで結構右側のところを投資していこうとすると、アクセンチュアさんしかないっていう状況なので、そういった意味も含めてこの企業を持ってきましたが、ここもちょっとあれでしょうか、グロース株でしょうか。いや、でも、この銘柄はそのグロースだと思うんですけど、ただそうですね、結局は長い目で見ると、株価っていうのはやっぱ業績に修練していくんで、はい。で、あとは、さっきの銘柄よりはそこまで PR 上がってないかなっていうのがありますね。はい。そして3つ目がコカ・コーラですね。ここは配当を取りに行きましょうということで、私も投資をしている会社で、今59年連続の増配なので、配当銘柄いいなっていうところで、ここはね、利上げでもいいかなと思って注目しております。はい、そうですね。私もそう思います。うん、というのは、配当株っていうのは、もし、その株価がもし下落しても、結局、配当を増配してくれたら、買い増ししたらいいっていうふうな、やっぱメンタル的に、そのやっぱ下落相場に強く対抗できるっていうのがあるんで、私も、コカ・コーラ非常におすすめです。はい。わかりました。そして4つ目がビザです。金融業界一応中に入れておこうかなというところで、一番王道の、クレジットカードの会社を持ってきました。うん、一般的にも金利上昇は金融セクターのところにはプラスの業績恩恵ですし、あとね、今旅行が全然できてないんですけれども、これからね、経済再開で旅行が再開されれば、このクレジットカードは使われますので、そういった意味合いで、金融業界の中心的な企業さんを持っていきます。はい。はい、ここは、もういいと思います。いろいろね、クレジットカードありますけど、どうしてもいいのかなと思って。そうですね。王道中の王道ですね、ビザもね。はい。そして最後がですね、5つ目が、ビーバーシステムズです。ここもしかしたらグロース株に入ってしまうかもしれないんですけれども、一応製薬企業向けに、顧客管理のツールを導入しているという、そういったサービスを提供している会社なので、コロナ禍でぐっと今、株価が上がっていたんですけれども、直近で結構下落しています。
かつ、まあ、企業業績を見ると、まあ、堅調に推移しているので、少し売られすぎかなと思っているので、このあたりが見直されるんじゃないかなと思って、注目をしています。で、私なりに、こう、ちょっとポートフォリオ的なものを作ったんですけれども、はい、一応、今回、お銘柄、セキュリティ、DX、高配当、金融、製薬向け、これを、まあ、20% ずつ、分散投資するのはどうかなと思って、こういうふうな円グラフを持ってきました。ここまでが私の、まあ、少しね、初心者向けになるかと思いますが、そういったアメリカ株を持ってきましたので、さらにね、アメリカ株の専門であるライオン兄さんに具体的なね、銘柄を教えていただきたいと思います。はい。はい、ではですね、私が、米国株5000、はい、ご紹介したいと思うんですけども、まずはですね、そもそもですね、今のこの相場は、私は個別株に投資すべきではないと思っています。本当に、その、逆業績相場が金融相場に移行するタイミングが、結構本当に長期保有できる、個別株に投資するタイミングなので、今も結構上がっちゃってるので、今からあえて個別株にリスクを取っていくっていう相場ではまずないっていう前提で、5000っていうのを選ばせていただきました。で、まず一つ目はですね、まあ、いきなり個別株ではなくてインデックスになっちゃうんですけど、はい、ETF で VOO っていう銘柄です。はい。まあ、そもそも米国株っていうのは、まあ、ウォーレン・バフェットも、ニューヨークダウが2万ドルの時に、2100年に100万ドルまで上がるっていうふうなことを公言してるんですね。で、その時にみんな大げさだっていうふうに思ったかもしれないんですけど、でも年利 6.5% で計算すると、ニューヨークダウは2100年に100万ドルに到達してもおかしくないと。いうことがあります。S&P500 も超長期で見たときに、年率平均 6.8% で成長しているんですね。なので、自分の年間支出の25倍で米国インデックスで組めば、リタイアしたときの資産が永久に減りませんっていうのが、ファイヤー 4% ルールですね。という内容がこちらの本にも書かれているんですけど、まあ、それを踏まえた上で VOO っていう ETF を紹介させていただきました。で、VOO と VTI。どちらも米国の ETF なんですけど、VOO は500銘柄、そして VTI は3800銘柄なんですけども、特に2020年、21年は小型のグロス株が上がりましたので、そういった上昇相場に強いのが VTI で、下落相場はやっぱ小型から資金抜けていくんで、まあ、そういった意味で、VOO は大型、S&P500 をベンチマークしているので、まあ、ここから下落相場には、まあ、メンタル的には、VOO がいいんじゃないかなと思います。まあ、年初来のチャートを見ていただいても、やっぱり VOO の方が若干強いと、なっております。で、二つ目の銘柄が P&G です。これも、ガコーラと同じく連続増配銘柄になっております。で、どの期間を切り取るかにもよるんですけど、実は先ほど紹介した S&P500 よりも、まあ、過去30年で見た場合、実は P&G の方がリターンが高かったという実績があるんですね。はい。1990年から2022年現在、これポートフォリオビジュアライザーっていう、まあ、ネット上のツールを使ってバックテストをしたんですけど、1990年に1000ドル投資した場合ですね。まあ、そこからの積み立てはなしなんですけど、その場合、P&G の方が上昇してるっていう、そういうデータもあります。ただ、個別株なんで、皆さん間違っても、じゃあ P&G だけに、投資をするっていうのは、ね、もちろん、ね、やめてください。ポートフォリオ、個別株はね、ポートフォリオの何パーセントで自分の中で決めて、投資をするように。してください。で、まあ、付け加えて言うと、増配株っていうのは、まあ、直近で言うと、この P&G も結構下落してるんですけど、ただ、下落しても配当金を積みますっていう、まあ、そういうメンタルで、まあ、よっぽどね、決算をミスするとか、よっぽどその企業に深刻なダメージを与えるようなニュースがない限りは、もう下落してもチャート気にせず、配当金をどんどん積み上げていくっていう、まあ、それも複利を増やすっていう考え方になりますので、まあ、インデックスであったり、こういった連続増配銘柄っていうのは、本当下落相場にはおすすめです。はい。で、続きましての銘柄が、この ADM っていう、アッチャー・ダニエル・ミッドランドっていう銘柄になります。これがですね、このバリュー株なんですけども、この銘柄をどのように見つけたかっていうのは、私のチャンネルで解説しておりますので、よかったらそちらもね、まぶさんにコラボしておりますので、見ていただければと思います。で、こちら株単で見つけていったんですけど、まあ、新年を更新してるっていう、更新し続けてるんですね。今のチャートを見ていただいても、こういう感じで、昨日最高値付近まで来てるっていう感じになっております。で、これ、どういう銘柄なのかっていうと、まあ、農業の加工の会社なんですね。はい。なので、今、コモディティがこれからインフレで上がっていくので、まあ、その恩恵を受けるっていう銘柄になっております。
で、その恩恵を受けてるってことで、直近の決算でめちゃくちゃいい決算が出たんですね。で、増配もされたっていうことで、はい、で、バリュー株なんで、まあ、2020年とか決算悪かったんですけど、でもまあ、直近の決算で、営業利益が 110% ぐらいアップしたりとか、まあ、回復力がすごいっていうことで、はい、で、まあ、この先の見通しもまだ、その、上がっていくっていうところで、おすすめだったりします。で、現在の PER が16倍、そして PBR が2倍なんで、ちょっと上がっちゃったんですけど、本当にちょっと前までは PER13 倍とか、PBR も 1.5 倍ぐらいだったんで、でもまだそのコモディティがこれからまだ上がるっていうのを考えればおすすめかなとは思います。で、続いての銘柄がアルコアという銘柄です。まあ、ティッカーシンボル AA の銘柄なんですけど、こちらもあのカブタンで、探しました。でこちらの会社は、まあ、簡単に言うとアルミニウムを加工したりとか、はいはい、そういった銘柄で、これもインフレの恩恵を受けるバリュー銘柄です。はい。で、PER がまだ10倍。そして、PBR3 倍まで上がっちゃってるんですけど、まあ、直近のチャートを見ると、まあ、すごいやっぱ爆上げ状態で、はい、昨日 10% 以上も上がってます。はい。なので、ちょっと、ボラティリティが大きいんで、気軽に投資すると火傷しちゃう可能性もあるんですけど、移動平均線からの乖離を見て、しっかり反発あった押し目を拾っていくのが、まだ上値余地があると思いますので、まあ、押し目を拾っていくっていうのがおすすめです。はい。こちらもやっぱりインフレの恩恵を受けて、業績ですね、今好調な銘柄になっております。はい。あと最後に、ご紹介させていただくのが、エクソンモービルということで、はい、エクソンモービルも、まあ、原油の銘柄なんで、これからね、原油高、それから利上げにも強いっていう銘柄になっております。で、最近結構株が上がってみんな投資するのが怖いと思っている方も結構いらっしゃるとは思うんですけど、まあ、そう考えてもですね、まだ PR が10倍ぐらいっていうことですね。で、PBR もまだ2倍、今 1.97 倍ぐらいっていうことで、まあ、原油価格もまだ、これから上がっていく、利上げしていくっていうのを考えると、まあ、ポートフォリオに入れてもいいのかなという感じですかね。ちなみに、エネルギーセクターのどこに投資していくのかって考えたときに、エクソンモービルは決算がすごい良かったので、まあ、その中でも特におすすめかなと、時価総額も大きいし、おすすめになっております。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ごめんがね、今ご紹介いただいて、やっぱり P&G みたいな、まあ、消費財っていいんだなっていうのも確認できましたし、あとは、まあ、原油とかアルミニウムですかね、っていうふうに、まあ、資源のところはまだまだ伸びそうだなというか、まあ、需給がね、逼迫しているので、価格が上がるっていうのは必然なのかなとは思いますね。ちょっとね、値動きが荒いので、そこだけはご注意いただきたいなと思います。私の方で少し初心者向けの、まあ、アメリカ株、皆さん馴染みのあるようなところと、あと、まあ、ライオン兄さんから、かなりね、この先、インフレとか、利上げの局面でも、うん、まあ、上値がおそらくありそうだというところをピックアップしていただきます。はい、しかし、大前提としては、今は積極的にね、個別銘柄というよりは、インデックスが落ちたところを拾う方が、そう、的には良さそうなんですかね。はい。なので、やっぱ投資って、なんかやっぱりマインドセットだと思うんですよ。儲けようとして、バリが投資して、気になっちゃって、メンタル的に疲れちゃう人とかもいるんで、損しないっていうのが大事だと思うんですよね。って考えたときに、おすすめなのは、インデックスの積み立てか、あとはコカ・コーラとか P&G みたいな、配当銘柄を下落しても、損切りせずに、配当金積み上げやっていくっていうのは私はおすすめです。はい。わかりました。投資はね、皆さんもご自身の性格に合わせて、実践していただければなと思います。はい。はい、ここまでご覧いただきました。皆様ありがとうございます。もしこの動画がとてもいいなと思っていただけた方は、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンまでとよろしくお願いいたします。ご覧いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。